大阪大学1位が教える物理科学の二次試験対策ということで本日やっていきたいと思います。プロレスアカデミアの吉村です。はじめまして、天王寺高校社長の亀井と申します。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで新キャラですか。一応、ね、そうですね。まあ、はい、いつからでしたっけな、はい、もう結構前から天王寺高の校舎長になっていただいてたんですけど、はい、以前出てた近藤先生の後釜っすかね、はい、一番いい言い方で言いたいんですけど、そういう感じです。で、はい、近藤さんもプロレス関わってはもらってるんですけど、校舎長が亀井先生に変わったということでございまして、はい、で、その大阪大学1位っていうのが首席やったんですよね、阪大の。そうですね、基礎工学の首席で現役で合格してます。はい、はい、合格の時が首席。そうですね、1位で入学っていう形になります。じゃあ最高得点がそれなんですね、はい、自分の点数なんです。あ、そうです、もうあの赤本のちょっと古い、はい、多分年の赤本だったら僕の点数が基礎校のところに最高得点っていう感じで、すごい載ってますね。で、特に理科が得意なんですか。そうですね、まあ、理系科目理数系が得意で、安定してたのが理科っていう形なので。なるほど。じゃあそんな亀井先生が教える物理科学の二次試験対策を今日の動画でやっていこうということなので、当時してたようなことも含めて、ただやっぱりね、あの教育業界も、はい、まあ、長いというか学生の頃からね、聞いた話によると1回生からやってて、そうですね、はい、でもそこからで数えるともう何年もキャリアある中ですから、亀井先生がやってたようなことプラス指導していく中でこういう風がいいよな、こういう風なやり方がいいよなってなったようなことも合わせてお話してもらうということですので、はい、はい、分かりました。皆さん最後まで聞いていってほしいなと思います。はい、自分があの現役生で結構理科が安定していたので、はい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 、強いですね。はい、なんで今からちょっともう期間が残されてないっていう中でも、うん、理科でもう一伸びする、うん、っていう意味で特に現役生に向けて勉強を伝授できたらなっていうふうに思ってます。あと4ヶ月ぐらいですね、これ動画出るのが多分10月の20何日とかなんで、はい、なんで11、12、12、あと4ヶ月です。はい、4ヶ月で安定させるための、まあ、やり方っていうのは大きく分けて3つですか。3つありますね。はい、お話してもらうということですので、皆さん最後まで、はい、3ステップに分けて解説させていただきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、はい、まず1つ目のステップが、はい、記述模試ですね。はい、で、まあ多分つい最近帰ってきたこと子も多いと思うんですけど、はい、その記述模試の結果を分析してほしいです。はい、分析どういう感じであるんですか。そうですね、具体的な内容としては、はい、大問ごとの点数得点が載ってると思うんですよね。はい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 、はい、例えば、まあ、河合塾さんとかだったら、うん、C 判定の人との、うん、まあ、得点の差とか、うん、ああ出ますね、出ますね、ありますよね。確かに確かに。とか、まあ、ボーダーラインとの差とか、うん、載っているので、はい、それをまず見てほしいと思います。はい、そしたらですね、まず自分が本番取りたい点数があると思うんですよ。うんうんうん、ありますね。はい、例えば大阪大学だったら物理で80点とか取りたいって、うん、その目標の点数と、うん、模試の結果の科目の点数の差を次計算してほしい。はい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 、例えば、物理で目標まであと35点足りなくて、うん、その35点をどう埋めていくのかっていうところの計算になると思うんですけど、うんうんうん、そうですね、そうですね、はい、でそれを先ほど出した、うん、大問ごとのボーダーラインの人との差の点数で、うん、何個の大問分埋めたら、うんうんうん、合計で35点埋まるのかっていうのを計算します。うんうんうん、でそうすると例えば35点上げるなら、うん、力学と、うん、じゃあ熱力学で、うん、ちょうど35点分ぐらい、うんうん、ボーダーの人とそれぞれ離れてるので、うん、そしたらもうその2分野だけ集中して、うんうんうん、期間を決めて復習するっていう、うん、なのでその復習する作業を決めるための計算っていうのが一つ目の模試を分析するっていうステップになりますね。なるほど、みんなができてるレベルに乗せよう、じゃあそれで足りない35点とか30点をカバーしようぜみたいな話なんですよね。そうですね。なるほど、ボーダーとの差で目標との差を埋めるっていう、安定させるためには。確かに安定してたんですもんね。そうですそうです、ね、ってことで確かにね、自分のなんかこうやっぱ難しいとか簡単っていう解釈の部分をどれだけ取り除けるかが大事かなっていうふうに、うん、おーすごいレベルの高い話ですね。結構そうですね、結構まあでも半大、まあ、それぐらいのね、はい、とこを目指す人が見てると思うんで、はい、なるほどなるほど、そうか、それでまあ明確にここに注力すべきだっていうのは決まりました、ステップ1みたいな。はいはい、で、次ステップ2ですね。はい、2つ目、はい、ステップ2では、はい、まあ、今計算したものに対して、うんうんうん、今度じゃあ計画を立てなきゃいけない、うん、ので、対策の計画を立てるっていうのがステップ2に
になります。はいはい、で、具体的には、はい、まず参考書を何を使うのかっていうのを、うん、科目ごとに1冊ずつ決めてほしい。はい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 。1冊っていうのは、まあ、問題集がいいですね、一番。まあ、講義系の参考書とかいろいろあるとは思うんですけど、うん、問題集として1冊決めてください。で、もう結果的にその1冊に集中してやるっていうことになるので、うん、はい、なのでその1冊の決め方としては、うん、第一志望の大学の過去問と同じぐらいのレベルに近いのができるなら、うん、それはそれで一番いい、うん、はい、ベストですね、はい、ことになります、うん、で、当時は逆に 何、はい、何してたんですか、例えば。あ、具体的な参考書ですか、はい、あ、そうですそうですそうです。物理だったらこの時期は、うん、このやり方で名門の森やった方がいいなっていうのがありましたし、化学だと重要問題集ですね、はい、自分の年のものの AB 問題っていう風に使ってやってました、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。そしたらその選んだ参考書の、はい、例えばさっきの一つ目ですね、分析するのステップで、この分野とこの分野で残りのギャップを埋めるって決めたと思うんですけど、うん、じゃあその選んだ参考書の分野の問題数が何問あるのかっていうのを次また計算して、うん、そうなんや、数えるんですね、はい、じゃあまた数えます、名門の森で、はい、いや、さっきの重要問題集でいくと重要問題集で有機が何問あるのか、そうですね、 AB 何問あるのか見ますと、はいはい、名門ならじゃあ力学と熱力学で65問あるなみたいな、はい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 、っていうのを決めます、はい、次1週間あたり、うん、自分が今選んだ参考書で、うん、何問ぐらい解けるのかっていうのを、うんうん、まあ、時間と、まあ、相談しながらね、そうですね、相談しながら決める、はい、これ例えばですね、名門の森だったら、うん、じゃあ1問解いて、うん、まあ、復習とかまで入れたら、うん、3、40分かかるなみたいな、うん、で1週間あたりにじゃあ物理がそうですね6時間できるんだとしたら、じゃあ、まあ、週あたり10から12問ぐらいなら、うん、完璧にこなせるかな、うん、そういう計算をします、はい、で、最後にそのじゃあ1週間あたり何本その参考書でできるのかっていうのが出たので、その参考書の自分が対策すると決めた分野の問題数を、うん、1週間あたりの自分ができる問題数で割れば、はい、まあ、あと何週間で対策が完了するかっていうのが出ると思います。みんなついてこれてるのかな。まあ、最初ちょっと一旦おさらいすると、はい、まあ、具体的な数字とかあるといいかもしれないですけど、一旦おさらいすると、はい、まず最初ですね、記述模試の結果分析しますと、例えばですよ、例えば科学が30点足りませんみたいなことになりましたと。じゃあその30点を埋めるために、まず各単元の各大問のボーダーで足りないところっていうのを、ボーダーに足りないところっていうのをカウントしていくと。そうですね。そしたら、例えば向きに関してはボーダーライン乗ってるけど、有機と理論っていうので合計30点足りないんだったら、有機と理論に注力しようというのがまず決まりますと。で、決まりましたら第2ステップとして、その対策の計画を立てるために参考書を探すわけなんですけど、はい、それが例えば30点足りないっていうのが15点15点足りないぐらいの感じだったら、まあ、例えば科学だったら重要問題集とかやるし、うん、で理論も向きも足りてるけど、有機で30点バーンってなってるんだったら10問無理かもしれないから、ちょっと基本的な問題集にっていうことですよね。そうですね。で、選んだ参考書、例えば10問の、有機と理論っていうのが何問ありますよね、計算しますと。で、1週間だったら何問できるか。じゃあ、それを、それで割れば、何週あれば対策できるかが分かるっていうのが今の段階なんですね。はい、そうなります。なるほど、分かりました。で、そこからは計画立てました。そうですね。はい、で、最後が、まあ、ステップ3ですか、はい、はい、ステップ3です。はい。ステップ3が結構ミソなんですけど、はい、復習する頻度を決める。はい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 、頻度決める、はい、頻度決める、はい、じゃあステップ2までで物理だったら、うん、自分は力学と熱力学でを対策しなきゃいけない、うん、で使う参考書が名門の森、はい、で例えばじゃあ名門の森だったら、うん、計算上6週間分ぐらいの分量をやらないといけない、うん、はい、ってなった時に、これをそのまま6週間ずっと続けてしまうと、うん、多分最初にやった1週間分が次やるまでにまた5週間空くことになると思います。あ、まあそうですね、忘れますね。そうです、また初めてこんにちはみたいなことになります。そうです、そうです、はい、でその久しぶりって出会った時には、うん、元のレベルに戻ってるんじゃないかって。確かにね、その あのねえみたいな、そうです、何くんでも覚えてるよみたいな感じになるやつですよね。特にこれ理科に関しての勉強法、計画法になるので、はい、理科っていうのはやっぱりテーマは少ないじゃないですか。はいはい、まあそうですね、数学とかに比べて。そうですね、なので結構その分類しやすいと思うんですね、分野だったら5分野ぐらいしかないみたいな。なのでその復習のスパンっていうのを短くして、うん、はい、テーマごとにもう固める固めるってするのが一番安定する、うんうんうん、あ、まあそうですね、確かにね。そういう前提で復習の頻度決めるんですけど、はい、おすすめの頻度が、はい、これ3週間になりますね、
3週間に1回はその単元というか同じような問題にちゃんと触れると、はい、そうですなるほどなるほど逆に言えば3週間出会わないっていう状態は良くないってことですねはい、この3週間っていう数字が根拠としては、はい、本当自分で人体実験した人体実験まあでも分かる感覚的にねそうですそこを超えてくるとちょっと忘れちゃってやった勉強が意味なくなるなって感じるみたいな話ですよね、はい、そうですねその感覚と、まあ、あと実際にやった時に3週間ぐらいでやっと出会えばまた同じものと出会えば、うん、自分でギリギリ思い出せるかなぐらいの、うん、そうですねそこが一番いいですもんねでギリギリ思い出せたってことはもう次は3週間どころじゃなくて、はい、もう何ヶ月も覚えてるような知識になるわけですからそうですねそうですねなるほどなるほどそれがまあ3週間とだから皆さん2週間かもしれないし、うん、これが長い人の方が有利は有利ではあるんですけどそうですね、はいまあ、1回3週間目安にやってもらうとはい、はい、でただここで、はい、その3週間に1回出会うってなった時に、はいまあ、例えばさっきじゃ名門の森で65問とかなった時に、うんうんうんはい、3週間で65問できないよっていう人もいると思うんですよねまあ他の科目との兼ね合いがねこの時期だってもう社会もやり始めるみたいな人いるわけじゃないですかいますね理系だったらね共通テストとかも近いのではい、はい確かにそうなってくるでしょうね、はい、ただ、はい、どうしても3週間に1回は出会いたいんですよねはいどうしても、ね、どうしても出会いたいです、はい、なのでここどうするかっていうと、はい、その中間ポイントっていうのを作りますはい、はい、まあじゃあ1週間で10問できて、うん、で自分が60問対策しなきゃいけないんだとしたら、うん、普通にやったら6週間かかると思うんですねはいはいはいそうですねはいでこれを30問の時点で中間ポイントにして、うん、30問やったらちょうど3週間経つので、うん、ちょうど3週間経ったところで1回また最初からやるっていうことですねはいはいはいやりますと、はい、で1から30を例えばね1から30をもう一回やると、はい、やります3週間に1回でまた出会えているんで、うん、そしたら次31からまた進め直して、うんうん、3週間経ったら31から60やるうんうんうんこんな形 で、はい。じゃあ1から30やりました。3週間かかりました。はい。じゃあその4週間目はまた1とかをやるわけじゃないですか。そうです、ね、それはその1回目でもう完璧にできましたってやつとかはやんないんですか。そこでももう一回やるんですか。それは、覗きますね。覗きますと。はい。じゃあその間違えて答え合わせしたとかは、なんかギリギリ解けたなってやつだけをやるから、はい。2週目の1から30は3週間もかかんないみたいな。そうですね。なるほど。だいたい1週間で、うん、3週間分の復習するぐらいになってるとちょうどいいみたいな感じですね。だから3分の1は、はちょっと怪しい問題があるから1から30のうちの10問ぐらいを例えばね1週間でやると、はい、じゃあその5週目から31から60をやると567で、はい、で8週目に31から60のその復習をやってみたいなイメージですかそうです、ね、なるほどなるほど、はい、そんな感じのイメージになります分かりました分かりましたそれで中間ポイントを作ってやってあげるとそうですねはいまあ最後にここはもうこの3ステップとはまたちょっと別になるんですけど復習している時とか今後理科の勉強する時にまあ意識するといいなってポイントが一つだけありまして一番はやっぱり迷えずに解けてるかどうかっていうのを現役生の皆さんには特に重視してやってほしいかなっていうふうに思ってますでこの迷わずに解けるかっていうのは何なのかっていうと理科って先ほども言ったんですけどテーマ自体はすごい数学に比べたら少ない、うん、けどやっぱりそのテーマの中でいろんな問題が作られるので、うん、似てる問題だけど、うんうんうん、なんか考え方が若干違うとか、うん、区別しづらいっていうのも結構あると思うんですよね、うん、そうですね受けていても迷って解法を選択したりとか、うん、選択問題だとしても迷って選択したものとか、うんっていうのはその迷う分だけ整理ができていないっていう証拠になるのでそういうものは一回講義系の参考書とか、うんまあ、どんだけ時間がなくても読んだ方がいいかなっていうふうには思いますね、うんうんうん、なるほど分かりました、はい、というのがまあ一連のこの3ステップで、はいまあ、やっていたとやっていたプラス今までも教えてきたと、はい、そうですねなので、はい、自分でやってて半年ぐらいですか、はい、で指導してきて5年ぐらいはこのやり方で、はい、効果があってとはい、なるほどただまあルールとか計算とかが最初の方多かったと思うので、まあ、もう確かにねもう一回まあちょっとはいもう一回じゃあ最後にまとめておきますとまず一つ目に記述模試の結果を分析しますよと、はい、これが冠模試であるとなおいいですしまあ冠模試であってほしいなぐらいですかねそうですね、はい、まあもしあるなら一番いいかなはいでない人はそういうのがねない大学の人は記述模試でやってくださいよとで分析方法というのはさっきお伝えした通りで、はい、そこから計画を立ててそれをまあやりきっていくとただその中で最後に3週間に1回ぐらいは出会わないと復習して、うん
たやつが抜けていっちゃうんで、1ヶ月一生懸命勉強しても半月分ぐらいのことしか頭に残ってないですよってことになるわけですよね。そうですね。これが多い人はどれだけ時間かけてもどんどん穴開いたバケツみたいに水がどんどん流れていくに等しいので、何年かけても受かんないってことも大学受験はあり得るというわけですので、復習のペースっていうのも注力した上で、どこに一番力入れないといけないのかっていうのをまず分析する、感覚じゃなくてってことですね、うん、そうですね、はい、模試の結果から分析してっていうことで成績を上げていくことができるという話でございますので、ちょっと難しい話だったかもしれませんが、はい、理解できた人は実践していただけたらなと思います。はい、はい、またですね、天王寺校でも無料の受験相談実施しておりますので、こちらで天王寺校なんですけれども、はい、ここで、校舎長の亀井先生と受験相談することができますので、はい、入試に関する計画勉強法参考書、どんな内容でも大丈夫ですし、ちょっとメンタル的にこういうことが不安でみたいなね、受かるかどうか不安みたいなところもぶつけていただいたらいいんじゃないかなと思います。やっぱり質問とか相談する中で自分の今の課題が見えてくるっていうこともありますので、うん、漠然と今不安悩みを抱えているという方はですね、ぜひ天王寺校に相談に来てみてもらってはいいんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、ぜひお越しいただければと思います。はい、概要欄にですね、公式 LINE 載っておりますし、校舎情報も載っておりますので、そちらからお問い合わせいただけましたら受験相談ご対応いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。